カフェテンションプリンス、ジェシレ、スマハ、リカ、クシコー。そして今回なんとスペシャルゲストでーす、ツッチでございます。ツッチもっとちょうだい。聞こえない。ツッチかわいい。聞こえません。めちゃくちゃ頑張ったけど、頑張ったのに、ごめんなさい。本当にゼロプリンハウスに当てなさすぎない。マジでみんなスウェットの中ね、ビッカビカなんだよ。かわいい、かわいい。え、マジでかわいい。えぐい、ズッチえぐい。マジでまだ、まだ思う。なんかさっきズッチ側の動画を撮らせていただいてたんですけど、うん、いい匂い止まらん。あとどっから見てもかわいい。そう、かわいい。化粧も全く崩れてないよ。もっと最上級の言葉ってあったりする？妖艶で、あ、すごい。頑張ってる、頑張ってる。ひねってる、頑張ってる。麗しい。麗しい。あ、慣れてる、慣れてる。妖艶さんみたい。黙れ、お前。慣れてる、慣れてる。慣れてた、慣れてた。麗しい。すいません。ちなみにこういうところです。モテないと。これはズッチのチャンネルを見てください、皆さん。私たち、2024年の東京レインボープライド、ユースプライドアンバサダーに就任いたしましたんです。はい、ありがとう。それでですね、TRP にゆかりのあるゲストを呼ぼうじゃないのみたいな。うんうん、それがズッチなんですけれども、今回、私がズッチのこのフル装備のメイクをやったことがないので、ね、だから今回私にやっていただこうじゃないのっていう。超豪華。だってイメージがないもんね。そう、私韓国が好きで、そっち系のメイクが好きなのすごく、うんうんうん、これだけバチバチのメイクやったことないから。あ、なるほどね。ツッチのメイクで結構大事にしてるのって、こういう海外メイクってすっごいもう10年ちょいぐらい前から流行ってるので、ね、うん、だからそのまんま昔の形にすると昔っぽい形になる、うんうんうん、でも今の流行りもちゃんと見てる、意外と。うそう、だからなんか新しい感じに仕上がるから、それでちょっと仕上げようかなと思ってます。はい、ということでこのねポイントをツッチ先生に教わりつつ私はやってもらいます、はい、でそれのポイントを聞きつつメンバーの3人が自分の力で頑張ります。頑張っちゃいます。頑張ります。で、ズッチの決まり文句は頑張ります。じゃあ早速ズッチにメイクしてもらいましょう。せーの、うん、あー、レッツゴー。レインボープライド来てね。ベースメイクを先にポイントを教えてもらいつつ、ズッチにやってもらいます。はい、今回ですね、このメイクをするにあたってですね、とんでもないぐらいの変わることが大事なんですね。はい、なのでセシルさんのこの赤み全部消していきたいと思います。ありがとうございます。はい、まず保湿力の高いね下地をつけていきますね。ありがとうございます。ファンデ自体結構パウダリーなファンデだから乾燥しがちになっちゃうね。はい、だからしっかりと保湿をしてあげる。やっぱ私乾燥肌なんですか。あ、そうなんだ。そうです、あとピエモチなんで結構大変なんですよ。あ、そうなんだ。変わった、変わった。あ、変わった。もう変わってんの？うん。じゃあこれで完成という感じで。おめでとうございます。ファンデはとんでもない変わり力のものを使いますので。え、知りたい。ナーズとグッチ。初めて使うんですけど。本当？リキッドファンデなんだけど、ナーズは結構マットなの。うん。で、グッチがツヤっぽいの。うん。だそれを混ぜてカバーしていく。この赤みも全部カバーします。もうだってカバーすごそうな気がするでしょ、うん、好きがするし、わかる。だってもう今の時点で肌に張り付いてるから、うん、そう、もうこんな感じで一旦やったら、いけるんですか先生その量で。はい、馴染むんですか。最初は馴染んでない夢なんだけど馴染む、これを見てください。確かに馴染んでる。絶対に馴染ませます。かっこかっこいい。もう最初はなんか水鏡みたいになるのは当たり前。これで毛穴も色ムラも全部カバーしていくの。ちなみにそれどこのパフですか。これはですね、Amazon で購入しました。あ、てかやっぱこのパフいいね。ね、いいめっちゃ良さそう。このタイプのパフしか信じてない。でも最近美容系全員このパフやな。あ、そうなんだ、うん、私粉っぽくなってしまうのが、はい、その気になるんですけど、はい、かそんなんとかもやっぱベースをしっかりすれば。もうそれは保湿です。あなたスキンケアされませんよね。なんですか。バレてますか。私スキンケアしてるとも見たことないの。それめっちゃしてるよな。でもソップとかはめっちゃしてるよね。短い、次です。ちょっとホワイトのコンシーラーを使います。え、ほんまの白やん。そう、え、うん、マジで白だ。え、ごえ、でもね、これもね、馴染む。え、でも笑われてます先生。え、でも海外の人ってやってるイメージある。え、嘘、こんな白のうち見たことないんだけど。今
ートが民族みたいになってる。民族みたいになってる。民族みたいになってる。うわぁ、民族だ。これをね、馴染ませると結構綺麗に馴染むな。ほんまや、馴染んでる。もう肌の色が全然違うのね、いつも自身と。てかこのさ、メイクの仕方がさ、描くよ、実際にできるのすごい。うん、綺麗。もっと美容部でしたから。あ、ありがとうか。安くいいねんけど。あれ、安く作ってきた。はい、お待たせしまーす。どうぞやってください。どうしよう。ここにつけてましたよね、ずち先生。こうやって気をつけや、これちょっとの間違えてたら先生から注意ありますよ。これ、これめちゃめちゃさ、滑りがいい。滑りがいい、滑りがいいし、ね、これナノシポーズすごくいい。すごい。ナノシポーズはフランスのスキンケアとかその皮膚科が作ってる。でもこれいいって紹介してる人確かにめっちゃ多い。多い。ナノシポーズ大好き。すごい、メイクしてるみたい。してて、めっちゃパワーアップしてくれるよね。ナノシポーズは本当に結構保湿されるから。めっちゃ保湿力高い。そう。めっちゃパワーアップしてる。ね、顔パーンってなった。嘘、思うち不安なんだけど大丈夫。もう こうなるまで。あ、そうなってるもんな。あんた全然怒られてる。全然なってんねん。え、なってんの。なってるよ。自分の声を言ってないから。あ、そっか。リピートしていいですか。あ、もちろんです。あ、いきまーす。なんでち、なんでそこ顔下げるの。あ、ちち先生にやっていただいてる。あら。あの、ジェシカちゃん大丈夫か。ちっちゃいのだけ顔下げる。なんかスナップチャットでありそうなぐらいの。あ、でもすごい馴染ませんの上手。あ、うちのね、王子さん、絵が上手いんで。ちょっとこういう感じ。え、綺麗。すごい。え、まあ、服と鬼の服みたいになってる。そう、なってる。では、お次ですね。お次はもうパウダーで全部綺麗に。はい。一番返事してるやつ。気になってたんです。もう私、ベースメイクが本当気になったんで。パウダーす、このパウダーすっごく好きで、デコルテ。めっちゃ人気のやつだ。そう。あ、そうなん。もう、こうやってもう。めっちゃ人気あれ。あ、すごい。そう、つけまくる。ちょっと待って触ったことないでしょ。え、すごい。サラサラ。もう本当に。レベチ。もう大福みたいな触り心地。確かに。そう。これで綺麗な肌になりました。陶器。超陶器。すごーい。すごい。素敵。これほんまに見られへん、見てないからさ。そう。やばい？触ってみて。あ、もう。違うでしょ。あんたが触ってちゃうもん。焼け状態。すごい。サラサラ。そうだろ。シルクかのよ。確かにさ。めっちゃババアみたいな所作。化粧直しが必要なさそう。ここしたら薄れんの逆に。この感動えぐい。え、結構たくさんつけた方がいい。はい、私たちにも来ました。あ、でもすごい馴染んできた、うん、すごい馴染んできた、うん、あ、でもなんかもうマジで崩れなそうこれ。すごいでしょ。すごい。絶対買いに行くねんよ私。で、そしたら、え、マルケどういう形にしようかな。よし、やべえ。お前粉振ってみるよ。お前その粉やべえ。お前飛ぶぞそれ。お前来ないで。どういう会話されてるの。すいません。粉がやばいって。どうだった。合法です。すごい。でもこれやばいんですけど。やばいよな。やば。すいません、続けてください。眉毛は割とパウダーで柔らかくするというか、ペンシルで結構キリッとさせちゃう。あ、いつも先縁取ってるイメージ。うん、そうそうそう。綺麗。めっちゃ自然にナチュラルな感じで長さ出てる。そしたら、子供の顔してる。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 幼少期の接種じゃん。あんまりこういうのされへんから。嬉しいんだろうね。嬉しいんだろうな。わかりやすいんだよね。かわいい。かわいい。パウダーで眉頭をぼかしてあげて。パウダーで眉頭をぼかす。あとの中を塗っていく。あ、これ自分らで後でやるとか言われたら怖いよ、怖いよ。先生やりませんからね。はい、先生やりません。頑張ります。怖かった。次は眉毛を明るくしたいから眉マスカラで。なんかメンバーがメイクされたのに愛おしいね。わかる。なんかかわいい。バブルよね。ほら、明るくするとこんなにもう可愛い。そっちもよ。お願いだからこの代わり笑わないでもらっていいですか。先生、本当に合ってますか、これ。合ってます、合ってます。爆笑起きてます。赤ちゃんから。赤ちゃんすぎる。バリキャラビジョン。え、星組かな。
パチグミゴジャー。はい、マイク完成。やったー。次ですね、はい、骨格を出していきたいと思いますので、コントはですか、こういう真っ白のアイシャドウを使っていきます。この眉山の下に塗っていく。そう、ここに塗ると一気にこの眉山のところが出っ張って見えるので、ね、うん、そうすることによって骨格がもっと日本人離れしてくる。このメイクに関しては躊躇したら負けですよ。聞きました、はい、皆さん、このメイクは躊躇したら負けです。はい、はい、わかりました。これちゃんとテスト出しますので、はい、わかりました、わかりました。では土先生はこれテストに出るから、はい、気をつけて。はい、眉下白やりました。次じゃノーズシャドウですね。ノーズシャドウで妖精系。うぅー、聞けた。中で聞けた。こういったメイクって錯覚なのね。錯覚が大事であって、ノーズシャドウもめちゃくちゃ濃くします。お願いします。はい、がっつりいくんだね。思いっきり濃い色でいっちゃう。あ、すごっ。え、すごい。そしたらまたさらに白のアイシャドウで、はい、結構大きいからズドンしまう。え、うん、もうこれぐらいに強弱つけていかないと逆にアイメイクに負けちゃうの。顔がすごい。今違和感あるけど絶対違和感なくなるから。え、今違和感があります。それは正解なんです。そうだ、はい、こんな下までそう、はい、ここがつい入れてた。入れてたね、今ね。でっけー、でっけー、赤いやないか。僕は下着いいですか。土ついてます。え、私ダメですよね、これ。やらかしてます。ちょっと、お出してあげます。終わってる人がいる。すいません、スライディングした。死後かなんかですかね。あ、全然、あ、そんなやってなかった。やばい、やばい。これなら、まだ動かせそう。すいません、先生。どういう…いいんじゃない。すいません。おー、すいません。はい、お邪魔します。お戻りください。いや、大内の肌すごい。やっぱり、絵が上手いだけあって、ね、上手。すいません、本当だ。私たちさんもズチ先生に迷惑かけない。迷惑ね。はい、気をつけてこう。わかりました。黄色の先生誰ですか。すいません、本当に。じゃあ黄色のアイシャドウを使ってセスちゃんを可愛くしていきたいと思います。お願いします。確かに普段全く色つけへんからな。でもめっちゃ似合う。うん、可愛い。もう可愛い。アイシャドウはもうとにかくグラデーションが大事なんですね。はい、グラデーションはアイシャドウの命でございます。はい、覚えてます。ザクリーうわ、すげえ。でもずっちほんまにアイシャドウ綺麗やから。ほんまに綺麗。グラデーションめっちゃうまいから。あのですね、メイクずっち小学3年生からしてる。うん、そりゃうまいに決まってるんですね。これで下手くそだったらどうしようと。はい、次はネクストカラー、ブラック。こんな自分できたらかっこいいな。確かにこの場合って幅が狭い人の方がやりやすかったりしますね。カットクリスって一重の人なんてもう無双。確かに。だから結構幅が広いからさ、あの母とおうちは関係ない。それは関係ないんだ。うん、その二人の方が関係ない。いや、あと笑ってるけど。先生こんな感じですか。私まだ濃いの塗ってないです。キュートしてます。あ、狭いです。あ、なんだ、羨ましいって。ましいって。さて、それでは、はい、第2ラウンドへ向かいたいと思います。はい、涙袋は書く人、使う人、どっちでもいいと思ってて、今のずっと最新版のフル装備を人にしたことが実はまだないので。ええ、そう、聞いた。結構いいやん、これ。やばいぞ。レアです。レアだ。涙袋ができました。やっぱ着々と進んできてるよ、ね、皆さん追いつけてますか。追いつけてないです。なるほど、パニックです。欲しいです。オッケー、そっちはどんぐらい進んでるの。やばい。やばい。なんかそろそろグラデーションとかなってるんじゃないかな。さすがにね。さすがにそろそろ。さすがにもう終わってると思うけどな。やばい。下のカラーをしました。下のカラー塗りました。難しすぎ。
かれましたね。大内先生前ですよ。あんた悪役プロレスラーよ。やめなさいよ。もうさんすごいです、修正が。そしたらダイヤモンドみたいなこの長いと使います。これを眉山の下につけた。めっちゃ綺麗。どこの何ですか。これは中国で買ったノーブランドのやつで、これはそこにもがっつり。次リップかな。おお、どんどん完成に近づいてきてる。うん。オッケー、あとつけまつけたら終わり。楽しみ、やばい。いきますよ。セシルの初。だってもう可愛い。フル装備。バイバイ。可愛い。可愛い。他メンバーも完成いたしました、はい、ご登場お願いします。どうもこんにちは。こんにちは。じゃーん、じゃーん、じゃーん。かわいすぎる。かわいい。すごい美しい。すごい、本当にかわいすぎます。ごめんなさい。皆さん、バービーになりました。一時期はどうなることかと、はい、みんなに心配されたんですけど、先生のおかげです。ありがとうございます。さすがです。こんな落とすもったいないで、落とし確認。2日はこのままでいるか、良くないのよ。それは肌にとっちゃう。マジですごいです。マジです、大成功すぎ。ありがとうございます。喜んでもらってずっちも嬉しい。これ見てる人たちもずっちのことマジで天才大好きになってくれます、うんうん、当たり前でしょうが。そういうとこ可愛げないねそういうとこやねん、唯一そこだけ欠点やねん。こういうとこが好き。そう、謙虚は一切しない。いや、大好きです。いいことや、素晴らしい。大好きです。真似できるかどうかわからないですけど、多分これ努力だと思うので、やっぱ土さんも努力してると思うので、うん、だってさ、こんなさ、たくさんの顔のタイプってさ、みんな同じ顔の系統になるの。なんかよくコメント欄とかで、奥二重なんですけどとか、一重なんですけどとか、いろんな顔の形なんですけどっていうの、はいはいはい、関係ないから、このメイクは。確かに、本当に証明されたくない、うん、そう、この4人全然違うもん、うん、ね。違うよね。誰なの。途中でさ、マウント節やったけど、全くさ、本当に全くおらんもん。マウント節が。マウント節よね。いなかった。いなくなったんで、めっちゃアリエルなのよ、すごい。ディーバーリエルみたいな。ディーバーリエル。ディーバーリエル。アリエルすぎ。素敵だよね。あ、ディーバーリエル。誰ゲストのだよね。いっぱいコメントしてほしい。褒めても欲しい。とりあえず、うん、ほんでなんか、あ、もうちょっとこれでこういう姿見たかったとか、こういう企画やってほしかったっていうリクエストとかもできれば欲しい。欲しい。また呼ばれるかもしれない。そう、で、また4時間かかる可能性あります。そしたらですね、考えますよ。とっても楽しかったです。で、ずっちさんもあの東京レインボープライド参加するので、はい、あのぜひずっちにも会いに来てほしいですし、はい、ゼルプリみんなにも会いに来てほしいなと思います、はいはい、この企画やってよかったなって思った人はチャンネル登録、高評価、コメント、ノート SNS のフォロー、よろしくお願いします。せーの、ほらまたずっちありがとう。ずっちありがとう。ありがとう。本当にマジ感謝。じゃあクラブ行ってきまーす。あとサイドも行こう。ギャルやの。ギャルすぎ。チャンネル登録よろしくね。いいねも絶対押してて、コメントくれたら喜ぶよ。その他の SNS フォローもよろしく、よろしく、よろしく、よろしくね。チャンネル登録お願いします。